メキシコ合衆国。西には太平洋、東には大西洋とカリブ海を源に持つメキシコは、双方から海に挟まれた自然豊かな国。北米大陸南部に位置し、およそ197万平方キロの広大な国土には、山々がそびえ、川が巡り、動植物を育んでいる。メキシコ。ここは、生きるものすべてを優しく包む、夢の楽園である。日本からおよそ8000キロ離れたメキシコへ向かったのはアングラー村田はじめさん。世界に2つとないこの夢の楽園に魅了され、何度もこの地を訪れている。海もやるしバスもやるしね、ここはもういろんな釣りができるんで、僕はすごく大好きなところですね。メキシコ西海岸、シナロア州マサトラン。もともとメキシコ最大の商工都市として栄え、景観の美しさから観光地としても有名になった街。ネイティブアメリカンファッションのお店など、村田さんにとっては買い物心をそそられる街でもある。一通り街を歩いて存分にショッピングを楽しんだ村田さん、今回の本当の目的地へと向かう。500キロほどの道のりでやってきたのはビッグバスロッジ。まあまあのロッジですよ。とりあえず今まで7カ所8カ所メキシコのこういう湖とかね、なんかでやってきたんですけども、まあ、ここは初めてです。ロッジの名前が示す通り、ここは夢のビッグバスレイクとして世界的に有名なレイクバカラック。バスフィッシャーマンの夢、10ポンドを超えるビッグバスが数多く釣られていることで、バスフィッシングの本場アメリカをはじめ世界各国から夢を叶えにアングラーがやってくる伝説的な水。これまでメキシコでは良い釣りをしてきた村田さん、ビッグサイズとのファイトに備え、タックルもヘビーなものを準備してきた。明日からの2日間、村田さんはレイクバカラックに夢を追う。釣り初日、まだ暗いうちから出発する。ジン、ジン、ジム、ジム、ジンとジムです。一番最上流まで向かってるところ。メキシコの朝はいつも寒いの。15度ぐらいしかない。日中は40度。ポイントについてもまだ月が。到着したけど本当暗いでしょ。めちゃくちゃ寒かった。基本通り朝はトップウォーターから始める。音がいいでしょう、音が。ペンシルベイトは基本的に、まあ、首振りのそのアクションとね、できればその水を叩く時の音、チョポチョポチョポ
チョコっていう音ですね。とにかくルアーフィッシングの一番大事なところってのは、あの魚を引きつける能力を持ってるものね。朝のトップウォーターには予想に反して反応がない。ちょっとスピナビン変えます。明るくなってきてルアーをスピナーベイトにチェンジ。メキシコのバスフィッシングではよく教科書通りと言われる。セオリー通りに攻めていくのが最も効果的。スピナーベイトで僕がよくやるのはこういうサトイね、フィッシュで食わせるっていうのをやるんですけど、ちょうどこれにはドンピシャです、うん、引くね君は。すごいデブデブだよ君。センキセンキ。ビッグバスを夢見るアングラーの楽園で村田さんのゲームが幕を開けた。その瞬間、その瞬間、いかにステナであり続けるか。すべての一瞬が至福になる。ステラ is here。メキシコ、レイクバカラック。日も徐々に高くなり、気温も上がってきた。トップウォーターからスピナーベイトに切り替え、巻き続ける。よし、来た。よし。ちょっと小さかったね。でもコンディションはいいね、このバス。ベイビーだ。ベイビーだ。よっ。本当にお腹パンパンだよ。君たち何食べてんのここで。スピナーベイトに次々とヒットしてくるものの、サイズがなかなか上がらない。バカラック本来のコンディションではないのだろうか。ボテボテですよ、うん、こんなさ、この大きさでどんだけあんのよ。3ポンドでえちっちゃい割には重たいんだよ。ノーグランデ。ここにはバスの他にテラピアなどの魚も移入されている。テラピア自体も大きくなれば40センチを超えるが、
それらを捕食しているバスのコンディションも最高の状態が保たれている。違うのよ、さっきと。よいしょ、ここで村田さんは10インチの大型のソフトルアーにチェンジしてロングキャストでビッグバスを狙う。数が釣れ、コンディションもいいことからバカラックのポテンシャルの高さは伺い知れたが、サイズには不満が残る午前中だった。 Good. Only small. メキシコといえば何と言ってもバスフィッシングでしょうね。フロリダからですね、準決勝のフロリダバスが持ってきてですね、まあ、輸入したわけですね。そしてその魚をそのダムに放す、そのおかげです。ある人はガイドをし、ある人はそこでロッジで働き、食事を作り、もしくは掃除をし、いろんなことでもって、もう一つの町とか全部がそれの恩恵をこう受けてい、くっていうのは、このメキシコのこのダムのバスフィッシングの次だと思ってます。魚がもたらす恩恵によってその地域が潤い、フィールドが守られている。循環することで夢のビッグバスレイクがあり続けられる。シエスタをしっかりとって3時から午後の釣りがスタート。昼から風が吹くの、今日あまり吹いてないね、今日はね。とりあえずやることは一緒ね、基本通りに忠実にやっていきます。日中の暑い日差しの中、午前中に引き続きビッグサイズのソフトルアーを遠投して攻める。ベイビー、天一使ってもこんな30センチぐらいのバスだよ。中から引っ張ってった今落ちる途中でヒューって引っ張ってよし。うわ、でも釣れども釣れども同じサイズだね。オープンしたてのね、そのオープンしたての湖とかってちっちゃいのは、まあでもこの辺ちっちゃくないもんな。適当に混ざるもんね。コンディションは厳しいようだ。よし、よし。日も傾き、そろそろ終了の時間。終了。本日はここまで。まあ。
なんとかしたいけど今日の感じじゃ明日も続くって感じ。まあいいや、いっぱい出たから。本音はビッグサイズなのは間違いない。最終日にかける。海の状況がね、直感的に分かんの。ワクワクするよね、画面が真っ赤になると。もうここしかないってポイントで集中できるから、夢に出会える確率がぐっと上がるっていうか、そんな気がするんだよね。夢との出会いを形に、探検丸 CV。 海中を支柱にコンパクトな探検丸ミニ誕生。シマノ。今日一日の釣りをね、まあ、いろいろ予想するわけ。海の状況はすぐ変わるから、だからタックルもすぐ変える。簡単だからさ、試合を逃さないんだよね。おお、来た来た来た。フランクスだけを交換だから簡単お得。高性能ロッドを気軽に楽しむ、それがバッドジョイントシステム。シマノ。最終日のレイクバカラック、朝は基本通りこんな色です。青チャート、ブルーバックっていうやつです。しかし暗くて、今投げてる俺もどこをこうルアーが飛んでってるかが分かってなく、なんとなく勘で落としてます。よいしょ。どうしたの？何があったの？よっ、あ、サイズが良かったのね。はい、よっしゃ。ほら、いいじゃん、ね。よし、小さく、よし。昨日反応がなかったトップウォータープラグにいきなりのヒット。しかもサイズもアップし、状況が好転していることが実感できた。日が昇ってきたが、反応が良いトップウォーターの釣りを続ける。いいね、オレンジゴールド。おお、弾かれるね。お、出た。乗った。乗ったけど枝の向こうがある。それでも本気で逃げたっす。よっ。今回の最大5ポンドクラス。ルアーをリザードタイプのソフトルアーに変え、さらなるサイズアップを狙う。思ったより、あの、なんていうの、まあ、35ぐらいのバスなのね、これ。ええ、引くよ、全然。
しよし。おー、ナイスサイズ。よし、やっと50だね。やっぱりいいコンディションだよ。徐々にではあるがサイズアップしている。そしてよし、サイズよ、ほら、ああまあまあサイズって感じ、うん、いただき。6ポンドのバスをキャッチし、ビッグバスへの期待はどんどん膨らんでいく。今どういうとこ攻めてるかっていうと、こういう岩のとこよ。これがこう、岩がそのままこう同じような状態でゴツゴツした岩があると思ってよ。どんな状況であってもビッグバス狙いは貫き通す。それが村田さんのスタイル。よし、よし。狙ってるんだったらラインが太くないと取れないでしょ。狙ってるからこそ取れんのよ。ナイスですね。ほら50分。まあまあ太いサイズ、6ポンド、いいんだけどね。でも期待は大きくね。しかし大きな期待とは裏腹に時間は刻々と過ぎていく。これだけだ。村田さんに残されたチャンスもあとわずか。さすがにもうこれ以上のサイズアップは望めないと思われた。そこに、お、いいサイズじゃん。いいサイズ。いいサイズか。見て、見て見てこれ。よっしゃよっしゃ。よいしょ。よっ。でかっ。ほら、最後の最後に手にした7ポンドオーバーのビッグバス。夢の10ポンドには届かなかったが、この過程にこそ充実感がある。まあ、僕の釣りっていうのはどこ行っても挑戦なんですよ。今年はどういうふうにどんな感じで、狙っていくんですか。僕は今まで釣った全ての魚の記録を塗り替えたい。自分で釣ったやつね。つまりいつも僕はそう思ってますから。それはだからいつ何時できるかどうか分かんないわけですよ。ビッグフィッシュにこだわる村田さんの夢は、魚がいる限り果てることはない。釣り人の夢を叶えてくれる楽園がこの地球上にはまだまだ残されている。
リアリズム。エクセンス、リアルシーバスのすべてを。シマノ。あなたの釣りの中に、あなただけの思い出と、あなただけの思いがあります。あなたの釣りに、シマノ。